こんにちは、岡崎です。 OK 先生です。今回は国語教科書荘子の王途中に引くの解説をやっていきたいと思います。王途中に引くというのは亀の尻尾を泥の中で引きずるという意味。これは人間の生き方に対する荘子の例えなんだけど、今回の文章を書いた荘子は老荘思想で有名な道家の中心的存在です。中国思想の道家といったら荘子と老子だからね。その考え方を一言で言い表すならば無為自然。これは人が行うこと、人意を退けて自然のままに生きていくということ。その考え方によって今回の文章も語られています。一緒に見ていきましょう。このチャンネルでは中学生と高校生の国語教科書の解説動画を配信しています。この動画の最後に今回の文章が載っている教科書の再生リストが出てきます。その中には他の文章の解説動画もたくさん入っていますので、チャンネル登録してお見逃しがないようにしてください。それではやっていきましょう。では読んでいきましょう。荘子、ここまで読めるんだけど、その次の漢字は1、2点の2がついているので、1、2点の1がついている漢字を読んだ後に読みます。だから下に行くんだけど、その下の漢字は置き字です。なので飛ばして下に読んでいって、牧水に鶴、こういう風になります。で、その次の文も1、2点があるので、荘子、台風に任をして、行きて、砂金税しむ、こういう風になります。で、その次の文にも1、2点があるので、曰く、願わくは、境内を持って、わずらわさんと、こういう風に読み、一番下の漢字は、置き字なので読みません。で、その次の部分は、荘子、竿を、自死、こういう風に、レ点の順序に従って、下から上に読んでいき、次の部分も、帰り見ずして、曰く、こういうふうに読みます。いいですか？荘子が牧水という黄河の支流で釣りをしていた、こういうふうに文章が始まります。でね、その荘子に、その国の王様が、台風二人を使わしたの。この台風というのは、位の高い臣下、家老のこと。その国の王様は、自らの誠意を示すために、身分の高い使いを荘子のもとに先行させて、先に生かして、自分の考え方を荘子に伝えようとしたんだね。この何々をして何々せしむというのは、使役の意味で何々に何々させるという意味。ここでは王が二人の大夫に先行させた王の考えを荘子に伝えさせたというわけです。でね、その大夫は荘子に対してこういうふうに言ったの。国内の政治をぜひあなたにお任せしたいと思います。どうぞ引き受けてください、こういうふうに言ったわけ。この境内というのは国内の政治、これは荘子にその国の最初になってくれというオファーなんだね。最初といえば実質その国を取り仕切る最も有能なものがつくくらいなので、これはね、荘子にとって非常に名誉な申し出だったに違いない。しかしね、荘子は竿を持ちながらね、その時荘子は釣りをやっているでしょ。その釣りをやめずに台風二人の方に振り返もせずに答えたっていうの、これはどうしたことだろうか。正式な申し出にもかかわらず荘子はちょっと失礼だよね。普通ね、相手の質問に答えようとするとき、ちゃんと相手の方を向いて答えなければならない。特に今回は荘子の能力を非常に高く認めているものからの、その国の王様からの申し出なんだよ。ちょっとこれ相手の大夫に対しても失礼なんではないだろうか。ただね、これは荘子がそんな位なんて欲しくないね。その国で最初になることよりも、私はもっといい人生の生き方を知っているし、実際にやっている、こういう自信を持っているから、二人の大夫を荘子はまるで相手にしなかったんだろうね。じゃあ荘子は一体どんな生き方を目指しているんだろうか。それを二人の大夫に説明するために荘子は次のように聞いたの。一緒に見ていってみましょう。我聞く祖に新規あり、死してすでに3000歳なり。ここまで読めて、その次の漢字は置き字なので読みません。で、黄金死して、ここまで読めるけど、その次の漢字も置き字なので飛ばして下に読んでいく。なので、これを平等の上に増すと、
ここまで見ていってみましょう。荘子はこういうふうに言ったのを私は聞いている。その国には占いに使う神聖な亀の甲羅があるということ。でね、それが亀が死んでから3000年にもなるということも聞いている。こういうふうに言ったわけ。この神器というのは非常にありがたい亀のことで、もうその亀は3000年も前に死んでしまっているんだけど、国の大事なことを占う時にその亀の甲羅を焼いて、その時の割れ具合によって国がどういう方向に進んでいけばいいのかということを占ったというふうに言うんだね。で、この亀の甲羅は非常にありがたい神様のようなものだということで、王は布で包んで丁寧に箱に入れて、平等っていうのは祖先の霊を祀っている建物のことなんだけど、そこのところの上にしまわれている、こういうことを私は聞いているんだよ。こういうふうに荘子は言ったの。この増数という言葉は治むという風に読み仮名が書かれている教科書もあると思うんだけど、それは自分の持っている教科書に合わせて読んでください。で、なんで荘子がいきなりこんな亀の話をしだしたのかというのが今回の話のポイントなんだけど、それが語られる次の部分を読んでいってみましょう。この亀はむしろそれ死してここまで読めるんだけど、その次の漢字には1、2点の2がついているので飛ばして下に読む。ただその次の漢字にも例点がついているので、下と上の順序を入れ替えて骨をとどめてこういうふうに読みます。で、下に行ってその次の漢字は置き字です。読まずに飛ばして下に読んでいく。するとそこには1、2点の1がついている漢字があるので、トートバルルをなさんか、こういうふうに読みます。で、その次の部分も同じように、むしろそれ生きて、おうと中にひかんかと、こういうふうに読みます。ここの部分にも2つの置き字が使われているので、読まずに飛ばして読んでいってください。いいですか。ここの部分、むしろ何々か、むしろ何々かというのは比較を表している、何々かそれとも何々かといった意味になります。で、それを聞いているものにどちらか選ばせるということなんだけど、大体ね、後の部分が選ばれることが多い。で、今回の文章でも後の部分が選ばれています。意味はこういうことね。この亀っていうのは先ほどの占いで使われる神聖な亀のことなんだけど、そうやって死んでこの世に骨をとどめて人々から尊ばれたかったのか、それとも生きて泥の中で王を引きずっていたかったのか、こういうふうにね、荘子は二人の大夫に質問したの。これ意味わかる？荘子はその神聖な亀はそうやって死んじゃって、死んだ後でみんなから尊ばれたかっただろうかね、死んだ後に大事に扱われたかっただろうか、それともただ単に生きたかっただろうかね、たとえその生きるということが誰の目にも止まるようなことでもなく、泥の中で自分の尻尾を引きずっているようなそんな平凡な生き方であったとしても、その亀はやっぱり生きてるっていうことを選ぶだろうか、それともね、最初に言ったように、いやいや死んでもいいから他の人からその骨とかを長い時間大事に扱われたい、こういうふうに考えるだろうか、こういうふうにね、自分の元にやってきた2人の大夫に質問したの。みんなだったらどうかな。死んだ後に周りの人からこの人はすごい人だ、こういうふうに言われて、死んだ後の自分の骨とかを大事に扱ってもらいたいだろうか、それともね、いやいや死ぬのなんてやだ、普通でもいいから生き続けたい、こういうふうに思うだろうか。いや、これ絶対生きていたいよね。死んでからどういうふうに扱われるかなんて自分はわからないし、感じることもできない。それよりも今この瞬間生きているということ、そのことを大事にして生きていきたい、こういうふうに考えるんではないだろうか。実は二人の大夫も同じだった。次の文を見ていってみましょう。に、大夫曰く、むしろ生きて、その次の漢字は置き字なので下に読んでいきます。だけど1、2点があるので、ここは王途中に悲観と、こういうふうになります。荘子曰く行け、その下の漢字は置き字です。飛ばして次に読んでいく。我、ここまで読めるんだけど、その次の漢字は再読文字です。最初にまさにと読んだ後、2回目は例点の順序に従ってその下の漢字を読んだ後にすというふうに読みます。これはまさに何々すという意思を表す、何々したいといった意味です。だからここの部分はまさに、お、途中に、
悲観とストこういうふうに読みます。いいですか。二人の大夫は答えたの。その亀は生きて自分の尾を泥の中に引きずっていたかったでしょう。やっぱり生きたかったでしょう。こういうふうに答えたの。だから曹氏は次のように言った。行け、では帰られよ。ね、私の元に留まって私をその国の宰相にしようとすることは諦めて王の元に帰りなさい。私はその国の政治なんて任されたくはない。ね、そうするとみんなからいろいろ敬われたり名誉や身分も与えられるに違いないけど、そんな人為的なものはね、私はいらないんですよ。そうではなくて、私も亀のように王を泥の中で引きずって生きていきたい。ね、それは華やかな生活ということはできないかもしれないんだけど、やっぱり自然に生きていくということが一番大切なんだ。こういうふうに曹氏は二人の大夫に対して答えたんだね。わかる？ここで曹氏が重視しているのは、自然のまま自由にのびのびと安全に生きるということ。人は地位とか名誉を羨んで求めがちだけど、それって安全な生き方とは言えないよね。人から羨まれていろんな危害が加えられる可能性がある、あるいはいろんな面倒なことに巻き込まれる可能性だってあるよね。そんな危険を犯すよりかは、貧しくても寿命が尽きるまでのびのびと自由に生きていきたいんだ。こういうふうに曹氏は例えを使って自分の考え方をここで述べているんだね。どうですか、今回の授業分かりましたか。人はどうやって生きていけばいいのか、そこに答えはないのかもしれないけど、そこに一つの基準を作ったのが曹氏。無意自然に生きるということは、地位や名誉などに目がくらんでしまいがちな私たちに対して別の価値観を教えてくれているんではないでしょうか。今回の文をもう一度読み直してみて、私たちが人生において大切にすることは何なのか、この問題について考えていってください。それでは今回の授業、これで終わりにしたいと思います。いつもいいね、コメントありがとうございます。これからも頑張って解説動画を配信していきたいと思いますので、応援のチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の授業でお会いいたしましょう。さよなら。